そうですね、まあ、本当に近くなってきたなというか、まあJリーグがの日程が終わって、本格的にこちらの方の活動が増えてきたので、はい、だんだんと、近づいてきたなという感じはします。まあ、正直あまりないというか、まあ、うまくいくとかうまくいったっていうシーンがあったとしても、まだもっと違う見方をしてもっとうまくいったんじゃないかなとかっていうふうに考えてしまうので、これというものはないですけど、まあ、守備のタイミング奪いに行くタイミングだったりとかっていうのは試合を通して1年通して試合に出ることができてそのタイミングっていうのはつかめてきてたのかなと思います。まあ、まだみんなが競争している段階ですし、常にまあ、J リーグの日程は終わったので今度はこういう合宿でどんどんアピールしていかないといけないなというふうに捉えています。